さすがヒーロー、逃げ出さなかったみてえだな。ジェネシス、お前は下がってろ。わかりました。来なかったらお前の取り巻きをぶっ殺してそいつを奪うだけだったが、利口な判断だ。おい、前に言ったこと忘れてねえよな。俺が世界をぶっ壊してヒーローになるか、それをお前が止めるのか、ここで決めようぜ。わかった。下がっているんだ、プレミア。準備はいいかよ、ヒーロー。始めようぜ、この世界をかけたバトルってのをよ。ああ、お前のその強さについて分かったことがある。お前の強さは最前線の攻略プレイヤーを凌駕していると思う。正直、普通にプレイしているだけじゃそこまではたどり着かないはずだ。だったらなんだ、俺が普通のプレイヤーじゃないって言いたいのか。ああ、俺と同じようにな。お前が俺と同じ？意外そうな反応するんだな。お前も俺と同類だろ。バカ言うんじゃねえよ、同じわけがねえ。なぜそう思うんだ？別に俺たちみたいなプレイヤーがいたって不思議じゃないだろ。誰だってどんな手を使ってでも他の奴らより先に行きたいって思うに決まってる。特にあの味を知ってしまったら引き返せないのもわかるぜ。ありえない。まあ確かに自ら名乗るような人は少ないと思うけどな。お前らのような凡人が簡単に手を出せるようなもんじゃねえんだよ。どんなツールを駆使したってカーディナルのセキュリティは崩せねえ。違うか？いや、違わないな。でもそのカーディナルでさえも目を光らせていないところは存在する。じゃあお前もアミュスフィアに手をつけたのか？答えろ！お前は何をしたんだ！ジェネシス、一体何の話をしているんだ？何？俺はずっとフルダイブ経験量のことを言っているだけだぞ。
VR ゲームでの強さはステータスだけじゃない。経験している時間だって大事な要素の一つだ。そして VR ゲームにはまってその味を占めたら引き返せなくなる。食事を抜いたり学校をサボったりどんな手を使ってでもダイブしたくなる。それに何十時間ダイブし続けたとしてもカーディナルから文句を言われることはない。お前の波じゃない強さはダイブ歴が長いからだと思ったんだが。そうか、アミスフィアを改造なんてしていたのか。てめえ、ようやく違和感の謎が解けたよ。なあ、聞こえていたか、セブン。ええ、バッチリとね。誰だ。彼女はこのオリジンの開発協力者、七色博士って言った方が分かりやすいか。なんだと。今の俺たちとのやりとりは全て彼女に聞いてもらった。それが意味することはわかるだろう。アミスフィアの改造とは到底許されないことをしているわね、あなた。くだらねえ誘導尋問なんてしてんじゃねえよ。俺をこのゲームから消すつもりか。ふざけんじゃねえぞ。終わらせてやる。消えるのはてめえの方だ。デジタルドラッグ、見せてやる。俺だけが手に入れた力をよ。来るぜ、脳に直接入ってくる。前の時と同じ、デジタルドラッグのせいで体に負担がかかっているんだ。くそ、こんなところで引き下がってらんねえんだよ。弱いやつはどう出される。だから強くなけりゃいけねえんだろうが。ジェネシス、瞬殺だ。この世界じゃ誰も俺に勝てねえって、足りない頭に刻み込んどけ。ああ、分かった。続きを始めよう。この俺が負けるわけねえ。
くらえ。Thank you.
黒の剣士は似合わない。心配させちゃったな、プレミア。いいえ、心配はしていませんでした。信じていたので。そうだ、あの子、もう一人の女神は。彼を倒した後、奥へ向かっていきました。奥に彼女一人で行ってみよう。はい。もう一人の女神。あの人は私を必要としてくれた。何も持たない私を連れ出し、戦う術を。そして私をティアと名付け。スティア。いつも NPC のことをモブと言い続けていたジェネシスが、この子には名前を。しかし人々は彼を否定し拒絶した。たった今、あなたも。それは初めての人を失った。また私は一人。やはりあの人が教えてくれた通り、人は憎むべき存在。
人の存在が私たちを傷つける。人の存在がこの世界を醜くする。私たちを拒絶する世界なんて必要ない。私たちを拒絶する人々なんて必要ない。さあ一緒に祈りを。それがあの人、いえそれこそが何もなかった私たちに与えられている。プレミア、私は世界が崩壊することは望みません。なぜこの世界が人々が必要だというの？人は人を受け入れることなんてしない。ただ拒絶し拒絶され続けるだけ。人が存在することで世界がこんなにも醜くなるのなら消してしまった方がいい。私やあなたの都合でこの世界の人たちを消してしまうわけにはいきません。それに私はみんなが持っている可能性を守りたい。どうして人間たちを守らなければいけない？ジェネシスや私を拒絶した人間たちを。人がこの世界に来なければこんな思いを知らずに済んだのに。いいえ、受け入れてくれる人間だっている。そんな人間はいなかった。お前たちだってお互い分かり合えたかもしれないのに、彼はその可能性を消すことを選んだ。拒絶し続けた人間と分かり合おうとするものか。あの人とただこの世界にいたか。一緒に祈らないというのなら私一人ででもこの世界を崩壊に導いてみせる。6つの成績があの子の周りに、何が起きようとしているんだ。この世界に人が、人なんかが存在するから汚れていくんだ。まさか一人で起こすつもりなのか。大地切断を。転移したのか。
たは与えられた役目に逆らえない私と一緒になるのだから。